広がってる景色は、ここまで僕が生きてきて見てきたどんな景色よりも素晴らしい。どうもありがとう。ボブ・ディランやジョン・レノンや僕が今まで憧れてきたたくさんの人たちは、こうして大勢の人たちを前にして素晴らしい歌を歌って時代を作ってきました。僕らは取り残された世代だと思う。そしてこれからの新しい時代を生きていく新しい世代だと思う。大人になってしまえば楽しいことよりも辛いことや苦しいことの方が多いかもしれなくて、でも僕たちはここにいる、これから大人になる人たち、僕たちはこれから生まれてくる新しい子供たちのために明るい未来を作らなくちゃいけないと思う。皆さん、心を一つにしましょう。ラムチョップスでした。最後の曲聴いてください。兵隊と子供、どうもありがとう。させてる老人が
眩しそうに見てる帰り方なんて遠くに忘れたよ街の光がさだんだん離れてく話をしている楽しいことは全部やろうね しらけた顔なんて知ったらダメだよ友達だから